9ヶ月間かけて商品開発チームがのライトとモイストを作りました、はい、ライトの方がちょっと細毛の方とかパサつきが気になる方を自然にまとめてくれるようなのがライトで、モイストは束っぽい質感に最後仕上げたい方とか広がりが気になる方にはおすすめです。匂いもすごく香りがいいっていうのがまずあるのと、オイルめちゃくちゃ新興車なんですけどすごいいいってめちゃくちゃ思ってバンバン使ってます。私は髪の毛が結構しっとりしまとめたい、で髪も多いの で結構どっちかというと束感欲しいタイプなので、こっちのモイスト使っております。どんな方に使わせていただいても匂いもいいし質感もなんかベタベタせず使っていただけると思います。私はこの赤色のモイストの方が好きです。私結構ピョンピョンって跳ねる毛が多いのと、あとしっかりまとまる方が好きなので、うんうん、しっかりまとまるモイストの方をつけております。一日中持ちがいいっていうのと、あと香りも本当によくって、うん、でつけてていい香りで、そこがすごく好きです。効果も本当にこういう風にまとまって、で時間が経ったらこういつもだとパサパサって広がってくるんですけど、ずっと潤ったまま束感をキープしてくれるので、ここが好きで使ってます。オイルが苦手なんですけど、でもまとまりは欲しいっていう方にちょっとつけていただくだけでまとまりが良くなるので、でなおかつオイルの嫌なベタベタ感とかはないので、そういう方